これは何かっていうと、奈良県桜井市豊田の藤田食肉店の牛ホルモンです。牛の腸ですね。これはね、何か違うかっていうとね、昨日ね、大和郡山の途上で締めた後らしいんですよね。で、今日はね、この油を活用したいので、フライパンで焼いていきますね。なんか錆びてるけど、まあ気にしないでください。鉄分がね、取れるので、これを焼いていくと。で、これね、一度も冷凍してないんですよ。しかもこれ、純国産和牛なんで、もうとにかくね、普通のホルモンとは違うそうです。もう一度も冷凍してないんですよ。だから、その地元のね、焼肉屋なんかがね、こぞって求めてくるようなもので、当然それは、とてつもなく美味しいわけです。まあ、これ以上のものはおそらくないんじゃないかと思いますね。それでね、藤田食肉店、まあちょっと有名なんですよね。土日に惣菜売ってて、で、昨日平日だったんでね、お店何もなかったんだけども、ただ一応営業してるんで、奥から出してくれるんですよ。で、ここがね、おしゃべりなんですよね。おばちゃんが商売上手なんで、いろいろ買わされちゃうんで、皆さんね、ちゃんと現金をね、用意していくことをおすすめしますよ。高級なね、和牛と、あとホルモンをね、買わされたというか、いや、まあ、進んで買ったわけです。でね、一つ分かったことはですね、まあ、あそこの部落についてはね、白山神社がある。関東だと白山神社普通にあるんだけども、関西で白山神社がある珍しい部落だと前評判聞いてみたんだけども、あ、違うそうなんですよ、あれ。白山神社はね、部落のじゃないって言ってましたね。別の村のやつだと。ま、そのあたりにいろいろ細かいことはですね、また、まあ、近いうち、まあ、何週間か後になると思うけども、自転車の方でやるし、まあ、YouTube だとバンされるんで、動画とかもね、そっちの方に出すんで、まあ、ぜひそっちを見ていただければと思います。うわ、なんかすごいですよ、これ。うわ、煙が。ちょっと火弱めますね。うわ、この油すごいね。いやー、これはね、もうね、やっぱりね、これ外国産とかね、冷凍したやつだけど違うのは、この柔らかさが違うと、こうプリプリなんだって、プリプリ。あ、本当にプリプリだ、これ。このプリプリ具合がね、全然違うっていう話なんですよね。まあ、ちょっとこれから食べてみるんですけど。焼いたらね、かなり油が出たんだけどね。ここにご飯を投入と、このご飯を吸わせる。このね、ホルモンの油をね、このご飯に吸わせてですね、あとでこれにね、ニンニク醤油をかけようかと思います。はい、ということでね、早速食べてみようと思うんだけども、味付けはね、もう素材の旨味を最大限引き立てたいので、味塩を使いますね、シンプルに。味の素と塩ですね。やっぱ動画には炎上要素もいるんでね、ここはもう悪魔の調味料、味の素の入った味塩をこうやってね、適度に振りかけます。じゃあ、ちょっといただいてみますかね。これこれこれ、このプルプル具合。なんかこのじわーっとね、この脂身の甘みと、この味塩の塩味が、いやー、これはね、うまい。このね、ご飯もね、台湾なんかでラードご飯っていうのがあるんだけど、これはもう牛の脂ですね。これにニンニク醤油をね、かけると、うまいというわけですよ。ということでね、今日は藤田食肉店の、ホルモンの食レポでした。皆さんね、ぜひね、行ってみてください、本当に。現金持って行きましょうね、本当。あそこのおばちゃん、商売上手だから、いろいろ買わされちゃいますので。あとね、遠くから来る場合は、クーラーボックス用意しとくといいと思います。で、コンビニでね、
セブンイレブンなんかで売ってるあの氷のブロックを買って中にポンと入れとけば1日ぐらい持つので、桜井市豊田の藤田食肉店の、ホルモンの食レポでした。